アーティショーはアメリカ・ニューヨーク出身のジャズクラリネット奏者。作曲家としても知られ、自らのバンドを率いた。また、さらにフィクション及びノンフィクションの著述家としても知られる。ジャズ界における最も素晴らしいクラリネット奏者の一人と広くみなされ、アメリカの1930から40年代のポピュラーなビッグバンドのリーダーとして君臨した。1938年、コール・ポーター作曲のビギン・ザ・ビギンを編曲。RCA レコードからのリリース版は大いに成功したシングルとして、この時代を代表する録音であった。絶えず音楽活動を続けるショーは、クラシックとジャズとを融合しようする第三の潮流と呼ばれる音楽手法を早くから試みた実践者である。また1954年、45歳で音楽から引退するまでビバップに影響された小集団によるいくつかのセッションを録音した。アーティショーはニューヨークに生まれ、コネティカット州ニューヘブンで育った。本人の自叙伝によると、この地域の反ユダヤ気風によって自身の自然な内省が深められたという。13歳でサクソフォンを習い始め、16歳にはクラリネットに転向し、バンドの巡業旅行についていくために家を出た。1930年代の初め20歳になる頃にはニューヨークに戻りセッションミュージシャンとなる。1925年から1936年の10年余り、ジョニー・キャバレロやオースティン・ワイル他多くのバンドやオーケストラと演奏したが、1929年から翌年にかけてのアービング・アーロンズ・コマンダーとの共演においては、後になって彼が編曲を行う際に組み込もうとした。シンフォニックミュージックに出会った。1935年、ニューヨークのインペリアルシアターのスイングコンサートにおける B フラットの間奏曲インタールードイン B フラットで初めての大きな賞賛を受ける。この曲では彼は後に下がり、リズムセクションと弦楽四重奏だけを前面に押し出すというような、後にサードストリームと呼ばれるアレンジメントを最も早く取り入れたように、当時においては画期的な演奏スタイルを試みてビッグバンドの操り方に変革をもたらした。そしてスウィング全盛の時代を通じてビギンザビギンビギンザビギン、スターダストスターダスト、バックベイシャッフルバックベイシャッフル、ムーングロームーングロー、ロザリー、ロザリー、フレネシフレネシーなどのヒットを飛ばし、彼のバンドは大衆的な支持を得た。1938年にはドラムのバディ・リッチを加えて、またビリー・ホリディをバンドのフルタイム専属歌手に据え、黒人女性ボーカリストを採用した最初の白人バンドリーダーとして、まだ黒人隔離政策の残る南部諸州へのツアーを行った。しかし、エニー・オールド・タイムを録音の後、南部の聴衆からの反発、そしてもっと主流の歌手をという音楽会社の重役たちの欲求を受けて、彼女はバンドを去ることになる。バンドは大いに成功し、ショーの演奏は最終的にはベニー・グッドマン、あるいはデューク・エディントンのバンドで長くクラリネットを吹いたバーニー・ビガードのような一流プレイヤーとして評価され、認められるようになった。スウィングの王者というグッドマンの称号に対し、ファンたちはショーをクラリネットの王者と名付けたが、ショーはこの呼び方は逆だと感じ、グッドマンはクラリネットを演奏するが、私は音楽を演奏するのだと言った。同年、ダウンビート誌の読者たちは一致して評価し、アーティショーをスウィングの王者とした。100万枚以上の連続ヒットにもかかわらず、ショーは大衆的な成功やありきたりなダンスミュージックよりも、さらに高度な改革と探検を音楽において重要視した。編曲にストリングスを足すことで、ジャズにクラシック音楽のような要素を加え、ビバップを試み、ハープシコードやあるいはアフロキューバン音楽のような斬新な音を用いて、室内楽的なジャズの数々を形成した。歌手のビリー・ホリディ、ヘレン・フォレストやメル・トーメ、あるいはドラマーのバディ・リッチやデーブ・タフ、ギタリストのバーニー・ケッセル、ジミー・ラニー、タル・ファーロウ、トロンボーン奏者で編曲家のレコニフ等々、数えきれない才能に囲まれて、ショーは長期にわたる音楽シリーズを生み出した。彼は分かりやすい音楽としてではなく、むしろ個人的なテーマとして、ユダヤ教の雰囲気を伴う、悪夢、ナイトメアという陰鬱なブルース曲も作っている。また、ベニー・グッドマンや他のバンドリーダーたちのように、楽団の中から小さなコンボを組み、自宅の電話をそう呼んでいたように、グラマーシー5ザ・グラマー C5 と名付けた。バンドのピアニストであるジョニー・グアルネリがクインテットの録音でハープシコードを、アル・ヘンドリクソンはエレキギターを演奏。当時のジャズのレコーディングでは画期的なことであった。トランペッターのロイ・エルドリッジがビリー・バターフィールドの後を受け、コンボの一員となった。サマー・リッチ、ドライブ・サミット・リッチ・ドライブが最大のヒット作品となり、このグラマー C5 のセッション完全版 CD が1990年にリリースされた。第二次世界大戦の間には海軍に登録され、パシフィックシアターと呼ばれる海戦地域をめぐる慰問バンドとして重用された。18ヶ月間、海軍兵士たちのために演奏活動を行い、疲労困憊の状態で医療免除を受けて、米本国に帰り着いた。戦後の1940年代末、昭和、レナード・バーンスタイン式のニューヨークフィルとカーネギーホールにおいてクラシック音楽を共演した。1954年、43歳でクラリネットを吹くことをやめた。後に語ったところによると、彼自身の完全主義によって命を絶たれたゆえであるという。彼は我々が住む、この世界では強迫観念に支配された完全主義者はもはやついえた。ローレンス・ウェルクあるいは他で言うならアーヴィング・バーリンであらねばならない。そして同じような曲を次から次へと書き続けるのだ。私にはもうできないとレポーターに説明した。そして1950年代の残りをヨーロッパで暮らした。1981年、クラリネット奏者ディック・ジョンソンをバンドリーダー兼ソロイストに新しいアーティショー楽団を組織する。ショー自身はゲストコンダクターとして自らの意思で引退するまで時々それを指揮した。1991年、アーティショー楽団の音楽、ライブラリー及び肉筆原稿を集めたものがアリゾナ大学に寄贈される。2004年、グラミー賞特別賞グラミーライフタイムアチーブメントアワードが授与され、これを受けた。同年末、94歳で死去。その経歴の過程で、ショーは音楽のビジネスを離れて休暇を取り、カール・サバーのリーマン予想の解明など、高度な数学も勉強した。成功の頂点を極めた後の初めての空白期間に、ブッキングエージェントらが不審がって、ショーが$100万の仕事を放棄しナイトクラブや劇場のオーナーたちによって契約違反の角で訴えられたものと想像した。ショーは、私は気が触れたのだと言ってくれ。アメリカの若い好青年が$ミリオンに背を向けたのだ。これを気が狂ったと言わないかい、とぶっきらぼうに答えたという。1970年代にはテレビのインタビューで楽団が連夜の演奏を強いられたことについて、しばしばそれをロバが歌っているようだったと嘲笑した。また1994年には、ニューヨークタイムズのフランク・プライアルに対し、多くの人は、ビギン・ザ・ビギンを望んだのでしょうが、私は、アーティショーであったがためにやりたいことをやれたと思う、と言っている。ありがとうございます。